ウルサンヒョンデ FC のファンサポーターの皆さん、短い時間でしたが応援本当にありがとうございました。自分のイメージしている結果というものは残せませんでしたが、本当にたくさんの愛や応援を僕に与えてくれたと思いますし、それの応援に対する結果が残せなかったことは非常に悔しいです。また残りのキャリアを考えたときに、この決断が間違ってなかったと言えるように、日本に帰っても一生懸命頑張りたいと思いますので、僕も頑張りますし、ウルサンヒョンデ FC もこれからのますますの活躍を日本から応援しています。短い時間でしたが本当にありがとうございました。